セミファイナル60分一本勝負赤コーナーですね、山田敏夫選手と井上貴子選手、元気なタッグですけれども、今日は相手はライオネス飛鳥選手がですね正式復帰戦でその相手となったんですけれども、山田選手は、飛鳥選手とは飛鳥さん現役時代の時はどうですか？シングルは一度だけで、あとは何回かタッグとかで当たったことあるんですけど、まだそんな新人って程度だったんで、なんか何も考えずに向かってただけだったんで、今日はまたどうなるか分かんないんで、まあ、やってみたいと思います。井上貴子選手は初めてですか、飛鳥選手と当たるのは？はい、ないです。現役時代というか昔の飛鳥選手のイメージは、井上貴子選手どんなイメージ持ってました？新人の頃だったんで、あんまり仕事しながらだったんで試合も見れなかったんですけど、歌を歌ってるイメージしかないんで、ほとんど試合は分かりません。今日は山田選手、飛鳥選手も気合い入れてくると思いますけれども、山田選手といえば気合いですから、ガツンガツいきますかね？はい、試合を見てのお楽しみということで。ジャイアントスイング来ると思うんですが、山田選手は食ったことあるんですか？あります、一度だけ。田子選手にもスイング、ジャイアントスイング来ると思うんですが、はい、まあ、2人力を合わせて頑張ってください。そして青コーナーはライオネス飛鳥選手と井上恭子選手のタッグですが、飛鳥選手は今日が正式な復帰戦ということで、はい、東京ドームのねエキシビションの前の記者会見では楽しくやるなんてこう言ってたんですけれども、エキシビション1試合やってみて、あの試合今振り返ってどんな感じでしたか？まあ、楽しむ前に苦しかったですね。やっぱり現役の選手はすごいなと、また自分がその中に飛び込んでいくことのこう厳しさっていうのを感じました。10分間っていうのは感覚が昔と違ってつかめない部分あったと思いますが、その辺どうでしょう？もう時間のことよりも体力もそうなんですけど、お客さんの反応をつかめなかったっていうのが一番ブランクを感じましたね。今日のタッグ、井上恭子選手ですが、飛鳥選手とはかつては組んだり当たったりっていうのはないですよね？はい、一度もないんで、珍しく舞い上がっちゃってます自分。はい、いや本当に飛鳥さんと組めるっていうことがとても嬉しく思ってます。はい、そう言ってますけど、恭子選手は、いや今まで解説で見ててね、やっぱり井上恭子っていう選手はすごい選手だなって思ってたんで、自分こそ嬉しいです今日は。井上恭子選手は相手を立てるのが上手いですから、今日は思い切り立ててもらうんじゃないですか？もう思い切り立ててもらってほしいところだけもらいます。2人が揃うとジャイアントスイング共演なんての見られるんじゃないかと思うんですけれども、あれは回す方向反対なんですよね、確かね。そうなんですよ、自分が右回りで今日が左回りかな。あ、そう、うん、やってもらいます。今日はジャイアントスイング出ます？はい、余裕があればやりたいと思います。見てのお楽しみだよな。はい、じゃあ最後に飛鳥選手正式復帰戦、はい、ファン の皆さんに一言、今日の試合について。とりあえずですね、がっかりさせないように頑張ります。はい、では頑張ってください。頑張るぞ。
本日のセミファイナルスペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー 3WA 世界タッグチャンピオン175パンイノウエキョーコー、同じく本日正式復帰戦180パンライオネスアスカ。赤コーナースリーダブル世界タッグチャンピオン155パウン井上隆子、同じく150パウン山さあ本日のセミファイナル、タッグマッチ60分一本勝負、山田敏夫井上隆子組対ライオネス飛鳥井上京子組というタッグマッチになったわけですけれども、どうでしょう、小川さんね、はい、今日は 3AA のいきなりこれジャイアントスイング、やっぱり後で話しましょう、はい、お互いのジャイアントスイング、やっぱり特技同士ですからね、はい、これ元祖ジャイアントスイングですからね、さあやってください、やっぱり今日は絶対にジャイアントスイングの共演をやるんだろうなと思ってましたら、いきなり来ましたね、アスカもなんか締まってますね今回は、今回ね、ただどうだって、これ京子も負けじとね、いや回転がすごいですよ、高さは井上京子の方が上でしたね、全然それはもうブランクというのもありますし、ブランクというかまたですね、これは一つのファンの夢じゃないですか、ね、もちろん、はい、またこの2人がせっかくタッグ組んだんですから、はい、やっぱジャイアントスイングの共演やらなかったら、まあ、話になりませんけども、アスカがねなんか絞ってきましたね、そうですね、またあのアスカ選手がリングに上がる前に今日セコンドについてますジャガー横田がポポンとエプロンに上がって、うん、他の若手選手がロープを開ける前に自分が自らロープを開けてアスカをリングに入れたんですよね、ですからこの2人の、はい、なんて言うんでしょうね、今日がこの前の東京ドームが一つのエキシビションでしたから、今日はジャガー横田にとっても一種の初陣式というかね、そういう部分があるのかなと思いました、今日はなんかタッグのチャンピオン2人が京子と高子はめてきましたよね、そうなんですよ、あの今日は高子と京子が敵味方には分かれているんですけれども、今のタッグのチャンピオンは私たちですということをちゃんと多分みんなに認識させるための小道具っていうんですか、双方のチーム1人ずつチャンピオンベルト巻いた人間が出てきてすごく印象強かったというか、ちょっと見にはこのアスカの引きばかりが話題になってしまいますからね、でもそんなに、なんていうのかな、僕も含めて、はい、クラッシュギャルズ時代をそんなに見てない、うん、男性から見たプロレスファンというので言うと失礼ながらライオネス・アスカの偉大さがあんまりわからないという部分がありますから、アスカも過去を引き継がないで現在進行形のレスラーとして生まれないと、そうなったら生き延びないですよね、いきなり大変なベテランが戻ってきたってことになりますけれども、うん、クラッシュがどうだなんていうところではっきり言ってそれだけでもう終わってる人だから、うん、それじゃあ全く意味ないんじゃないかな、まあ、新しいものとしてね、だから今前場のハードなスタイルにどれだけアスカが対応できるかですよね、今ちょっとまだ激しさ、蹴りのスピードとかそういうことをみんな見ちゃうと思うんですよ、うん、またみんな昔全盛期だった頃のあのアスカを思い出しながら見ているのではなくて、今日からはこの中に入ったアスカという見方しか僕らはできないわけですから、そうそうね、はい、なんかセコのジャガーはすごいですね、いやあのさっきからすごい顔ですよ、ジャガーさんはどこにいてもすごいんですよ、レツキはね、でも今日はもう本当にあのまあアスカのそのジャガー軍団って言うんですか、なんかアスカ軍団じゃないですか、アスカ軍団ですか、ジャガー軍団って言ったら失礼ですか、いずれにしてもその、はい、なんて言うんでしょう、来年はね全長の中の第2チームっていうかね、来年はこのグループ、ね、グループがね、やっぱり一つの戦いのなってきますよね、なってくるんじゃないですか、やっぱり吉田麻里子もね早くこの輪の中に入ってもらわないと、そうですね、うん、
か正確ですか。おそらくですね、あの引退したレスラーというふうにしか男のファン見てないから、アスカを見て改めて何こいつすごいじゃないっていうふうに思ったら、今日はアスカ選手の勝ちじゃないですか。アスカやっぱ強さありますからね、一つ昔の名前で出ていますですけども、昔の名前でまた売ろうと思ったら大間違いということですよね、うん、だからあの一番正しい方法で昔の名前を使えばいいんじゃないですか、はい、そうですよね、はいはい、だからスタイルを変えるということですよ、やっぱり放っとけば絶対に臭いもんになるんですか、はい、それは古いもんだから臭くて当然ですよね。だけど そうじゃない戦いをなんかしそうな気配という気がします、今日は。なんか楽しみですよ、このカード、最初のジャイアントスイングとさっきの蹴りの攻防、それからブレーンバスター一つでおおというリアクションを取りましたね。あれなんか見てるとライオネス・アスカものすごく可能性あるというか感じますね。だから今の女子プロレスよりシリアスでよりハードですよね、はい、それを時代がそういう背景になっていることを本人が早く察知することですよね。期待していいと思いますね、アスカ選手、はい、吉田真理子もやりたいんじゃないの、アスカとは試合。そうですね、どうなんですかその辺キャリアっていうのはまだ頭の中に残ってるもんなんですか。今は関係ないとか。そうですね、一応友さんに憧れてこの世界に入りたいと思ったんで。でもそれは昔の話じゃないですか。そうですよね、でも吉田真理子はやってない世代ですから、山田とかはやってた世代なんですよ。ああ、そうですね、その方が呪縛はすごいと思いますね。ああ、そうですね、自分一回も当てたことないので、うん、そういうのでまっさらにできるんじゃないですかね。京子も高野もアスカとはやってないですから、はいはい、そういうので他の選手と意識は違いますよね。ああ、そうですね。いや、僕の世代なんかの希望を言っちゃえば、そういう古い選手、それもジャガーとかアスカとかみんなですね、井上京子がどん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 一人でシングルマッチやってどん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 一人一人倒していっちゃえばいいんですよ、そういう古い人は、うん、ただこれでアスカがまた実力を ね、 そうなんですよね、戻せば、もう今の蹴りいいですよ。いや、体はやっぱり大きい、うん、そうですね、体でかいですよ。夢の光景ですよ、かつての山田でこんな攻撃できないですからね、アスカね。ポン、よし、もっと山田がね、やっぱりクラッシュ、チグサの突き抜けやってたんですから、これアスカのこともよく知ってるわけですから、身をもって今のあまりにも雲の上の人すぎるんじゃないですか、はい、今のプロレスを教え込まなきゃダメですよ、アスカね。でもアスカもやっぱり、全然負けてないですよ、今日のところ見ると。いいですよ、すでにこのわずか10分間の間で長尾ちぐさの溶け込まなさを100倍ぐらい超えてますよ。ちぐさというのは表現力のプロレスをしますけど、アスカも実戦で入ってますよね。もうさっきから全くおかしいところ一回もないですし、おかしいっていうのはそのメンタルの部分っていうか気持ちの部分で、全くこのタッグマッチの中にしっかり身を置いてるっていうような、シチュエーションで見せるブルースじゃなくて、かなりこう体っていうかそういう、あんまり格のこととか頭にありすぎると、私がここにいてここにこういうことをしていたらおかしいというような意識、はい、できちゃうじゃないですか。今日の飛鳥選手そういうところが全く見られないんで、かなり入ってますよこの前線の中に、見られないんで、僕らも心を入れ替えてじゃないですけど、はい、新しい選手として飛鳥見ていこうかなというのは前線としては嬉しいですよね。そうですね、それもまた新しいですよ、ですよね、なんかプロ野球じゃないけれども、はい、フリーエージェントですごい人が入ってきちゃったと一緒ですから、戦力ですよ、素晴らしい、京子のやっぱり良さ、アスリートとしての才能ですからね。あとそれから最近ひし感じてるんですけど、すごいのはやっぱ背中じゃないですか、うん、やっぱり飛鳥もすごいですけど、京子の上腕の方がすごいですよね。京子の背中って背中見たらやっぱ惚れ惚れしちゃいますよね。お互いの見せ場っていうか意地ですよね。すごい、今の DDT だけでもうすごい美味しかったじゃないですか、5つばかり。なんか京子はこう身をもってアスカに
今のプロレスはこうだよということをなんか伝えてるような感じしますよね。またあの他の選手よりも汗の量が多いですよね、うん、確かに飛鳥選手でもなんか飛鳥はこうやって最前線に出てきて嬉しいですね。まあ、我々クラッシュ時代のこの人ならすぐにやっぱりあの3番バッターを奪いにかかってくると思いますね。 DH ってところですかね今は、ちょっと僕も考え方変えます、うん、やっぱ来年のビッグマッチで一つの中心選手になるんじゃないですか、まあ今一番強いグループの選手とシングルみたいですね、うん、今だからその横浜アリーナまでは一体誰とやらせばいいかということを試験してるというかね試作したいですよね。あの顔つきがどう猛なのはいいですよね。あのね、飛鳥って年取らないんですよ。年取んない。昔からこういう顔してますからね。なんか体当たりみたいなラリアットみたいな、なんか、あとね、コッポー流の蹴りっていうのもあるんですよね。なんか本当に太ってるって太ってるんじゃなくて、うん、太いというかその厚みがあるというか絞りましたよかなり。なんかクラッシュガールズみたいな感じですね。懐かしいような新しいような、はい、やっぱり京子が舌出して、うん、オチを作るっていうかね。これをねやるのは京子だからやっちゃうんですよね。なんかなんか山田もこれでなんか、うんうん、なんか曇っていたところが晴れちゃったみたいなね。山田もねこれアスカとシングルとかやったらまた気合がすごいじゃないですか、ええ、どん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 やるべきですよねこれはもう、ね、山田とこのアスカあたりのシングルっていうのはすごく重要な意味が持つんですよ、うん、どうしてかというとクラッシュ世代の生き残りみたいなところがあるんですよ山田選手やっぱりでファイトスタイル似てるじゃないですか。だけどどのぐらいのところに来てるのかというのをそのオリジナルの人たちと当たってないんで、そうですね、全然証明できてないところがあるんですよ。ジャガーのセコンドジャガーも声が出てて怖い、うん、いいコンビですね。コンビネーションいろいろ考えてるんだよ、ね、でも考えたのは井上京子じゃないかっていうそんな、 なんか見え隠れしちゃうんですよね。いやそれでもやるのは深いですからね。偉いですよ。あ、のどわですか。まあ、あこういうやり方があったか、ね、京子も高子乗ってるから試合がスイングしてますよね、ま、高子選手もねさっき後ろから飛鳥のジャーマンを防ぎましたよね、うん、その後でこの野郎っていう感じでジャガー横田に対しても睨み聞きましたか、あれが良かったんですよ、大声上げる、うん、ジャガー横田さんっていいですね。多分言ってることがちょっと古いこと言ってますけどね。なんてなんでお前が出てくるんだとでも試合ですから。そうですね、この辺のね、京子とちょっとバテてきたかな、アスカ山田の動きが現在の現状なんですよね、この違う色のジャージ着たジャガー横田が下で睨みを聞かせてるっていうのが来年の一つの95年上半期の縮図ですか。なんか新しい光景になってきてるのですごい楽しみです。楽しみですよ。みんなにブーイング食らえばいいんですよ、はい。だってやっぱり正規軍じゃないってことはヒールってことでしょ。そうですよね。なんかみんなでジャガー横田にブーイングしたら楽しいでしょうね。でもアスカもこれでね、成功と言えるんじゃないですか。もうすでに今日なんかは、はい、カムバック戦としては十分以上のものを出してるんですよ。そうですよね、はい、うん、
やっぱりブルースって世代闘争っていつの時代も必要じゃないですか。いや世代闘争がないのが女子プロでしたから、これからはあるでしょうね。そういうものをね提示してくれるんじゃないですか、アスカとかジャガーが。すごいことになりそうですね。ジャガー選手の方も、あんまり東京ドーム見る限り落ちてませんしね、はい、実力者が帰ってくるってことは嬉しいことですよ。ジャガーとしては気になってしょうがないんじゃないですかね。何やるんですかね。雪崩式のアンボンマですか。すごすぎ、やっぱり障害でしょ、あの高さですね。ダブルインパクトね、考えてますね。考えてますね。エンジニーでを狙うんですかね。ちょっとアスカタッチしないとあれですね。これで強子長いですよね。強子は長いですけども、あのコーナーに立っているアスカ選手を狙う。ああすごい早いですよね。本当井上強子ロープに登るのが。アスカもねこれいいところ出てきましたね。強化立ててますよね。ダッコがダメージあるんですかね。うわ重いですよ今の。危ない。重量感ありましたね今のは。見事勝利を収めましたライオネス飛鳥選手と井上京子選手です。最後フィニッシュはパワーボムからもう一発投げっぱなしのパワーボム、かなり重い一発だったんですが、前使いましたっけあの技は。ですね、本当頭の中ではドームでジャガさんにあった反転式を想像してたんですけど、やっぱりなんとかこういう言い方したらジャガさんに失礼ですけど、本原選手はなかなか難しいですね。やっぱりね、結構高くもダメージ食ってるみたいだったんですけど、やっぱりね、どっかきちらきょう、こうなんていうの、反撃反応っていうのがね、伝わってきました。だから自分の思い描いてたような反転のパワーボムがね、しきれなかったですね。それはフィニッシュはパワーボムでしたけれども、最初いきなりジャイアンツスイング出ましたね、続けて2人でね、飛鳥選手行きまして、井上京子選手、途中から加速してましたけど。っていうか、飛鳥さんがまさかあそこでやると思わなかったんで、と思って、これ私もやらなきゃいけないなと思って、やっぱり7回転飛鳥選手でやっぱり10回転で意地を見せたと。はい、そうですね。やっぱりね、はい、強固の前に使わなきゃみたいな。ね、
やっぱり回転は逆でしたけどね、はい、飛鳥選手と組んだ感じはどんな感じでした？初めてね、組むのもちろん初めてだし、はい、というかもう自分やられっぱなしで最後本当に助けてもらって勝てて、なんか本当は逆にならなきゃいけないなと思ってるんですけど、最後は助けてもらう形になってしまって、はい、飛鳥選手正式な復帰戦でね、今日はね普通の試合になったんですけれども、エキシビション東京ドームの時と比べて今日は体の調子とか感とかはどうでしたか？ですね、やっぱり始まる前ってすごく心配だったんですけど、やっぱりね、現役の選手の中でやらせてもらうと、やっぱり引っ張っていってもらうっていうか、乗せてもらうっていう部分があったみたいで、東京ドームの時よりは結構良かった、自分では乗れたんじゃないかなと思います、はい、本当現役の選手の凄さがねよく分かりましたね、はい、まあ、次回からは戦い込むという形で参戦したいと思います。はい、お疲れ様でした。見事勝利を飾りました。お疲れ様でした。